はじめまして。私たちは和歌山県立医科大学衛生学の基礎配属実習学生です。皆様にがんについて知っていただくためにこの動画を作成しました。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに、がんとは何でしょうか。がんとは正常な細胞の遺伝子に傷がつくことで、とめどもなく増え続けるようになった状態のことです。こうした細胞は死なない細胞とも言われています。1個のがん細胞が現れてから分裂して増え続け、1センチ程度の大きさにまで成長するには10年から20年程度かかると言われています。がんは1センチ程度の大きさになって初めてがん検診で見つけることができるようになります。しかしながら、その後、1センチのがんが2センチ程度にまで成長するのに必要な時間は、わずか1年から2年です。それ以降は進行がんとなり、症状が現れるようになります。そのため、症状が現れるよりも先に、早くがんを見つけて治療することが重要です。症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。がんは生涯2人に1人がかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。誰でもがんにかかる可能性があるのです。しかし、むやみに恐れる必要はありません。今では医学が発展し、早期発見できればがんは治すことができるようになりました。この図を見てください。ステージとは、がんの進行度を表します。ステージが低いほど、がんが進行していないことになります。全がんに注目すると、進行度が低いときほど、10年相対生存率が高いことがわかります。これは、それぞれのがんでも同じ傾向にあります。初期の頃のがんは、自覚症状がなく、気づくのが難しいですが、検診を受けることで予防することができます。日本における死亡原因の第1位はがんであり、和歌山県でも同様です。和歌山県の死因統計によると、胃がんや肺がんなどによる死亡率が47都道府県でもワースト上位に位置しているものがあります。具体的に一体何位なのかをお見せしたいと思います。和歌山県が示しているデータによると、このような結果となっています。平成30年では、肺がんがワースト3位、大腸がんが2位、膵臓がんが6位、肝がんが5位、令和元年では胃がんが3位、肺がんが4位、令和2年では肺がんが4位、大腸がんがワースト8位となっています。多少のばらつきはありますが、肺がんなどは3年続いてワースト上位を占めており、その他のがんでの死亡率もあまり良くないデータが出ています。がんは遺伝的要因、環境的要因によって発症します。中には予防できるものもたくさんあります。このスライドには、生活習慣や一部の感染が原因のものをまとめています。男性、女性ともに喫煙や一部の感染が原因でがんが起こっています。次に、喫煙と感染について詳しくお話ししたいと思います。喫煙は肺がんをはじめ、さまざまながんの原因となります。喫煙者は非喫煙者に対し4.5倍も肺がんにかかりやすくなります。また、ここでの感染は、特定の細菌やウイルスに感染することを指します。ウイルスや細菌に感染し、そのまま放置しておくと、がんに進展するかもしれません。しかし、それぞれのウイルスや細菌に特有の検査を受けることで、治療することができます。
例えばピロリ菌には除菌治療があり、発見することができれば除去することができます。また、ワクチンで予防できるものもあります。ここまで和歌山県のがんの現状、がんの原因について説明してきました。最後に予防についてです。皆さんが今からでも実践できる方法があります。それは生活習慣の改善です。がんの原因の多くは生活習慣にあり、これを改善していくことで今後成長していくがんを防ぐことができるかもしれません。具体的な例をいくつか紹介します。まずは禁煙に加えて、タバコの煙を避け、自動喫煙をしないこと。野菜や果物を十分にとり、塩分控えめの、バランスのとれた食生活をすること。適度に運動をするなどして、適切な体重維持をすること。子宮頸がんワクチン、B 型肝炎ウイルスワクチンを接種し、感染予防をすること。そして、お酒を控えることなどがあります。紹介したどれか一つからでもいいので、今後、がんにならないためにも参考にしていただきたいと思います。バランスのとれた食事について、和歌山県では男女ともに野菜摂取量が少ないことが分かっています。もう少し野菜を摂ることを心がけましょう。塩分も同様に目標に届いていないことが分かっています。薄味にするなどして減塩を目指しましょう。2つ目の動画では、どれくらいの人が癌にかかるのか、どれくらいの人が癌で亡くなるのか、癌検診の内容、癌検診の費用について説明しています。ぜひご視聴ください。